はい、順次です。では I wanna break the 5 Anna 3、バージョン、1.24 にアップデートしました。これが今最新バージョンですね。ではやっていきましょう。最終ステージなのかなのような気もしますけども、読んでいきましょう。あ、プルミは、これ私やった、アイワナ、そうですね、プルミさんの作品ですね。なるほど。どんなステージ？ほい。これは、そうですね、隠しステージだったような気がします、確かここ。この先にゆかりさんがいて、めっちゃ強いんですよね。あ、ステージむず。いやー、これ結構むずくないか？マジか。そこに、そうでもないか。そうでも、ここの EV が超えられれば、合う。よし。そこさえ超えれればな、まだちょっとはいける。見込みがあるんだけどね。てか、もうここすぐボスですね。よし。割と早いか。あ、来た来た。で、ここはもう張り付いてこうね。よし。これがいけないな。あ、来た。よし。で、ここも触れて。うわー、しまった、抜けたのに。よし、ここ越えらんないな。なんでだろう。あ、来た。よしよし、オッケー。ふい、壊れたぞ。なかなか SZZK、 そうだよね、抜けないね、これ。また、うわ、そして最後イーブやんのか、マジか。あ、ういー、これはこういう向きのね、あの SGGK はあのこう U ターン戦法が使え、戦法っていうか方法が使えないんで、本当にここでひょこっと頭を出して、行くしかないんですよ。来た。よし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 、待って、なんでそうなんの。よし、 OKOK、 こんなミスね。行くよ。よし、さあ問題ここだよね。鶴で切り返せるかな。あくら、切り返せた。よし、オッケー、行くぞ。あっそう、欲しい。よし、来た来た来た、レンちゃん。ほっ、よっしゃ、超えた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 、イエスイエスイエス。あー、ここはこういうところはね、近いからやりやすい、非常に。オッケー、これはもうあの2つ超えて、2つ超えちゃって、あそこで、いけるかな、それかグリグリでいくか、どっちか。まあまあ、やっていけばいつかいけるでしょう、これは。おい、欲しい、もうちょい。だいぶでも感覚は分かってきたぞ。欲しいぞ、今のは欲しかった。おし、来た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 、オッケー。ふい、あぶね、セーブじゃないよ、罠警戒しなかったけど、これ折ってきてたらまた絶叫するとこでしたね。入りましょう。ほい、あれ、このボス本当に、まんまかな。そうですね、これあのプルミワールドの、隠しボスですかね。私一回ね、隠しボス行かずに通常クリアしちゃって終わりかなと思ったら、この隠しボスがいたっていうねことに気づいてきたのが、確かこのルームであり、このボスであったと思います。めっちゃ難しかった記憶があるんですよ。あれ、待って、でもちょっと違うな。あ、ちょっと違いますね。この左右の大砲はそう、プルミワールドの時はこのゆかりさんに与えてくれてたんですよ。ダメージ多分入ってないと思うけど、でも今回キッド君に打ってきてるな。まずはパターンを作っていくところから始めましょう。多分なんかやりやすいパターンっていうかあるはずなんで、きっとね。だからまずどういう風に、あ、これでいこう。そうね、乗り切らずに、早く携帯を変えさせた方が意外とやりやすかったりするもんですから、あ、こうね。タイミングが難しいけど、よし、3発。4発。あの砲台が地味にっていうか、結構地味でもないぐらいのレベルでやらしいんだよね。そいつを
ちょっとこ、いや感覚早いんだよね打ってくる。多分あ打った直後に乗るぐらいでいいか。よし分かった分かった、よし分かった分かった分かった、よしよし感覚は分かってきた。待ってね、打った直後に乗る、よしよし分かった分かった、よし。とりあえず第一形態の雰囲気は、待って、やっぱ打ってくる。あ、この曲ねすごいいい曲なんですよ。今パッと曲名思い出せないけど、ゆずきゆかりさんが歌ってるバージョン。カオス、カオスすぎる、カオスすぎる。これ多分あ、くそ、なんでジャンプしちゃったかな今。あいつらが今度は敵に回ってるからちょっと難しいんですよね。しかも結構打ってくる感覚早いんだよね。なかなか強いぞこれ。よし、ただパターンを組んでいけばいけるはず。うん、だいぶ最初のこのね、攻撃はパターンというかタイミングが分かってきました。あとはこの第2形態、ここがやらしい。うん、大砲がやらしいんだよこいつ。こいつを気にするのが結構しんどい。よし、待って待って、あ、もう一回引いて丁寧に立ち回る。丁寧に行けばこの形態はそんなに難しくはない、そんなにね、うん、丁寧に。ちょっと一回ずつ下に降りれば、そう意外といけんだよ。よし、出し出し出し、打ったらジャンプ、オッケー。さあこの形態はちょっと何とも言えないんだけど、あーギリギリ当たんないんだよねあそこ。あぶね、この下の砲台がな。またこれはきつい、一回降りよう。よしよし、与えた、いいぞ今回いい、結構。よしよし、いいとこ来い、頼む。よし、いった、超えた。なんかま、いやまたそれやば、これさ、マジか、カオスすぎませんこれ。これ、いやだからってやばい、そうだよね。もうこれちょっと待ってよ、いける。ただこの次は怖いんだよ。さあこれもう運でしょ、これもう運だよね。うーん、でもあと2、4、8発か。そうこれね消せるんですよ、途中で気がついたんです。まあだからといって難しいのには変わんないけど、下にいるときはこれでいいか。多段ヒット狙え、ここ、ここ多段ヒット、また、あーもう、いけいけいけ、いくぞ。あう、あぶな、ここここちょっと鬼畜すぎない本当に。うーん、これが上に上がれ、チャンスチャンス。よしよし、いいぞいいぞ、いいタイミングで打ってけ。またまた赤来てる、赤来てる、紫来てる、紫来てる、赤赤赤、とまたまた紫来てる、紫来てる、どうわー、あーなんで飛んじゃった。頼むよ今度こそ。うわーちょっと来すぎ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 、あーもう無理、あぶねー。ちょっと待って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 、いやちょっとこれさいけるいける、くそいける、よし、た
来たぞ、最終形態か。これプルミワールドと一緒ですね。ってことはくそ、しまった、もう。あー、はい、一旦ここでトップに戻ってきたんですけども、バージョンがですね 1.29 にアップデートされました。私がですね、ゆずきゆかりさんのボスがもうめちゃめちゃ強くて、何日かかけてやってたんですけども、全然こう突破できず、また希望も見えなかったんですね。で、まあ嘆いていたわけじゃないですけども、まあそうしていたところを多分プルミさんがこう情けをかけてくれて、まあアップデートをしてくれたんじゃないかなと思うんですけども、で、まだ実際やってないんですけどもね、変更点、緩和、全体的に緩和されてるみたいですから、まあ、その変更点もね、こう楽しみながら、ちょっと確かめながらやっていこうかなと思います。まあ、できる限りね、こうクリアしたい、ん？このタイルなんかあれだな、あんま最初からこうだったっけ？したいと思ってるんで、まあちょっとその変更点を見てこう。もう散々やってるから、この辺はもう大体わかる。あ、ちょっと待って待って。ちょっと待って、鳴らそう。鬼門は、リンゴが折ってくるところ、あそこ、折ってくるじゃねえわ。でかいリンゴが爆発してくるところが、難しいんで、あそこが本当に優しくなってくれてれば結構バランス取れるんじゃないかなとは思うんですよね。プルミワールドの時はどっかで話したかもしれませんけど、この大砲が時期狙いじゃなかったんですよ。そして自分に当たり判定がなかった、あ、自分っていうか、要はキッド君にね、当たり判定なくて、ゆずきゆかりさんを攻撃してくれてたんですよ。まあ、ダメージは多分通ってなかったとは思うんですけど、ただ危ね、この3はそのそうね、時期、あ、ね、時期狙いで飛んできてるから、そこが、あ、ここここ違い読み、あ、大砲が壊れてる。よしよしよし、これはこれはいい、これはいい、多分これぐらいでちょうど多分バランス取れるんじゃないかなと思うんですよね。その一般的に遊びやすくでもちょっと難しく感じるレベルっていうと、うん、そうねあ、まあそれでも、うん、まあ、これぐらいのものはね、これで多分だいぶ遊びやすく本当になったと思うんですよね。うん、そういった難しいのには変わらなくて、今私もこれ結構このボスは本当に1個前のバージョンのスーパー鬼畜なので、慣れてるんで、割とこう見ていてもそんな難しく感じないかもしれませんけど、これ実際やるとかなり難しいのよね。あう、待って待って待って、よし、行ったぞ。さあ、ここいやー、でもこれ結構5発、5発結構きついぞ。これ上から撃ってくる乱数も注意ね、上に上がっていかなきゃダメだからね。あと5発か、うん、結構きついな、このこっちか、危ね、いけるかなこれ。待って待って、結構これきつくないか。危ね、よしよし、ここにいて一発、くそ、しんど、これはしんどいぞ。しまった、もうなんで飛んじゃった今。よし、ではここから後付けで音声をつけていきたいと思います。ここそう難しかったんですよ、とにかくこのボスはね。で、最初この砲台が時期狙い、ずっと多分時期狙いだったと思うんですけども、バージョンが上がって、そうですね、途中から壊れてくれるようになって、ようやく難易度が、まあ、少しはねやりやすくなったかなと思います。で、ここね、最初緩和されたかなと思ったんですけども、ここは乱数多分緩和されてないですね。うん、結構ね、これも運が悪いと集中してしまって、まあ、今回のようにね、こういうふうにこう
あっちこっち移動しなければいけないってことがまあ多かったですね。まあ、必死に今打ってますけども、なかなかこれ当たらないと、うん、そう、結構大きめのジャンプしないと球が当たらないようになっているようで、ここ結構難しかったですね。そしてここが鬼門だったんだよね、うん、あの砲台が壊れてくれる前はもうほとんどね希望がなかった、うん、常に磁気狙いが来ていて、これ左下に今割とこう立ち回ってるんですけども、砲台があると左下に行っちゃうともうすぐに被弾するので、そうですね、立ち回りがすごい難しい。でも砲台壊れてるから、まあ、基本的にはもうチャンスをこう狙っていくスタイルっていう感じですかね。そしてここもね、その大きいリンゴがまあ、大体はブロックに当たって跳ね返ってくれるんで、本当左下でチャンスを伺っていて、チャンスがあれば上に上がっていくってスタイルでいいんですけど、たまにもう左下まで来ちゃうんで、そうなると結構きついですね。はい、あ、ここもね、もうすごいここ緊張してました。ではゲーム内音声に戻しましょう。よし、いった、よし、いった。もう激ムズだよ、もう危なかった最後。あーあー、ガッデーム。はい、ということで、この先もしかして真のボスがいるような気がするんですよ。あ、多分いるね。多分プルミさんとのあのバトルだと思います。そうですね、毎回のことを考えると、そうですね、そしてエンディングで多分エクストラって感じだと思うんですけども、まあ、どっかでお話したかもしれませんけど、エクストラはね、一旦やらずにもう通常クリアだけを目指していきたいと思います。はい、なのでまずはね、通常のクリアを目指して、多分ボスいると思うんですけども、頑張っていきましょう。次回ですね。はい、よし、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。よかった。